まずこの図なのですが、サイラ国際広報室の内田さんに、われわれのとある研究をイメージして作成してもらいました。僕はこの図をかなり気に入っておりまして、いろいろな講演の最初のスライドで使用させてもらっています。これは空想上の動物、グリフィンをモチーフにしています。 グリフィンは上半身がワシイーグルで下半身がライオンであるいわゆるキメラ動物です。私が今後若い方に期待するのはこのような動物のように1つの専門だけでなく2つ3つと複数の異なる専門を深く身につけていろいろハイブリッドな能力を持って ますまずこの言葉をご紹介したいんですがこれは私が大学一修士の1回生の時だったと思うのですが大学院講義で著名な先生から教えてもらったシドニー・ブレンナーさんの一文です。シドニー・ブレンナーさんは線虫という1ミリ程度の 虫を使って数々の重要な発見を行ってノーベル賞を受賞されています。でこの言葉科学の進歩は新しい技術の出現新しい発見そして新しいアイデアの誕生によってもたらされるおそらくこの順番でこの最後のおそらくこの順番でという言葉が非常に重要なのですがこれは技術革新がいかに重要か新しい革新的な技術が 科学を先導するということを端的に表した文章ですこの文章の本当の意味は当時は多分理解してなかったと思うのですが私はこの20年間研究を行ってまいりまして今ではこの文章の意味がよくわかるようになりました一例をご紹介します私の大学院修士課程時代の研究テーマは ある細胞 A とある細胞 B の違いを決定することでした。その収支過程の間、1年半から2年の間、その当時の,あのいわゆるスタンダードな方法で毎日毎日実験をしてですね、えーっと、その間に50個ぐらいの遺伝子の働きがこの A と B の細胞で違うことを見つけました。ただ 大学院生博士、博士課程にその後進学しまして、所属していた当時の研究室で、当時最先、最新のマイクロアレイという機械が研究室に導入されました。今でも鮮明に覚えていますが、この機械を用いると、たった2日間の実験で、3000個の遺伝子の違いを A と B の間で見つけることができました。 さらに、えー、僕が見つけたこの50個の遺伝子もこの3000個の中に、えー、完全に含まれておりました解析時間も解析精度も一度に2桁ぐらい上がったことになりますこれのように新しい技術的な革新が起こると一気に多くのことが変化してその分野が発展していくという過程をまざまざと 見ることができましたこのような技術的革新は稀、ま、ではなくそれなりの数年単位の頻度で起こるので最先端の技術を常にキャッチアップしていくことがいかに重要かということが分かります。ここから iPS 細胞のお話になります。本日私は 主にに基礎的な部分に焦点を絞っててお話しさせていただきますご存知の通り、サイラの山中慎吾所長のグループは2006年マウスで、2007年ヒトで、iPS 細胞を誘導することに成功しました。これも革新的な技術で、えー、別のものになることができない細胞から、いろいろな細胞になることができる特別な細胞に変化させたわけです。 しかも重要なことは iPS 細胞誘導はとても簡単でわずか4つの因子あるいは3つの因子をこの皮膚細胞に導入することで達成されましたしかしながらこう何もないところからいきなり iPS 細胞が誕生したというわけではなく過去のさまざまな知見やあ技術に基づいて iPS 細胞は誕生したわけです本日は iPS 細胞を誕生に至る過去の重要な発見をいくつか紹介して、どのようにサイエンスが進歩してきたのかというのを紹介させていただき、最後に我々が行っている最新の研究成果についても少しだけ紹介させていただく予定です。1928年の研究にさかのぼります。肺炎早急菌、いわゆる細菌を用いた研究です。 肺炎早急菌には2つのタイプがあり1つは病原性がない R 型菌もう1つは病原性がある S 型菌です R 型菌は病原性がないので、えー、ネズミに注射してもネズミは死亡しません一方 S 型菌は病原性があるので、えー、ネズミに注射すると死亡しますこの S 型菌を加熱殺菌すると まあ、菌自体の能力を失うので、マウスに、えー、注射しても死亡しません。ここまでは想像できます。次が重要です。病原性のない R 型菌と加熱殺菌した S 型菌を混ぜ合わせて、えー、マウスに注射するとどうなるでしょう。両方、単独ではあ死亡しなかったにもかかわらず、 興味深いことに両方混ぜ合わせると、えー、肺炎で死亡しました。これはとても不思議な結果ですがこのことから何が示唆されるでしょうか。こういうふうに単純に実験結果を出すだけでなくこの実験結果の意味を考えることが非常に重要です。そうすることで新しい疑問が生まれ、えー、次の仮説が生まれ どん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 新しいことが分かっていくというわけです。で、この結果からは、どういうことが分かるかというと、加熱殺菌した S 型菌の中に、R 型菌の性質を変化させる何か物質が存在する。つまり、この R 型菌の形質を転換する物質が存在するんじゃないかということが示唆されます。 つまりその物質こそが細胞の性質を決定する正体だというふうに当時の人は考えたわけですこの形質を転換させる物質が何かが次の疑問となりますこのように一つの研究結果から次の疑問が出てくるわけですでその後の研究によりどうやらタンパク質と DNA の複合体が 形質転換物質ではないかというふうに思われるようになりました。さて、えー、とどちらが形質転換物質でしょうか。その当時は、ほとんどの研究者は、タンパク質が形質転換物質であろうというふうに思っていたようです。なぜなら、DNA はタンパク質に比べて、えー、はるかに単純な組成で、この DNA のようなあ単純なものが形質を転決定するという、 そういう複雑なことができるはずがないというふうに考えられていたわけです。ただ、それを証明する必要があります。エイブリーは次の単純な実験を行いました。実験は単純であればあるほどいいわけです。加熱殺菌した S 型菌の物質に一つはタンパク質を分解する、一つは DNA を分解するという。 過程を加えて同じような実験を行いました。結果は、タンパク質を分解した場合は、あ形質転換する、肺炎で死亡したので形質転換するということが分かりました。で、DNA を分解すると,、えー、と死亡しませんでした。形質転換があな起こらなかったというわけです。つまり DNA が存在すると形質転換が起こりますが DNA が存在しないと形質転換が起こらないわけです。このことから形質転換物質は DNA であるということが強く示唆されます。でその後のさまざまな研究からも DNA が形質転換物質であるということをお示し,していました。 では次の問いですが、次の問いはじゃあ、その DNA の構造はどうなっているのだということです。DNA の構造が分かれば、形質転換における暗号の根本原理がわかるのではないかということです。このワトソンとクリックの研究の結果、結論は DNA は二重らせん構造でした。この 二重螺旋という結果だけだと何人を意味しているのかはすぐにわからないのですがよくよく考えるとこの二重螺旋ということで生物にとってすごく都合のいいことが考えつきます二重螺旋ということは情報を二重に持っているということですということは一方が傷ついた時、えー、ともう一方を元にして修復が可能ですしそれぞれ その二重螺旋のそれぞれをもとにすると同じものが2つすぐさま作成可能なので複製も容易にできることがあ想像できますこの二重螺旋と聞いて科、えー、学者みんなはあそういうことだったのかと多くの人があ思ったわけです DNA についてもう少し詳しくお話ししておきます DNA の構成単位はあ 糖リ,リン酸と塩基になります塩基は4種類ありますそれを ATGC というわけですけども、えー、つまり DNA の構成単位は4種類ですこの4種類の構成単位が連なったものが DNA になります人の場合1つの細胞でこれが30億塩基連なったものが母親由来父親由来の2セットあります すなわち1つの細胞で60億塩基が連なったものが存在します。この塩基の塩基間の1つの塩基間の距離が3.4オングストロームという距離なので単純にこれを60億かけると2メートルになります。細胞の1つの DNA を伸ばすと細胞の1つの DNA を伸ばすと2メートルになるわけです。これがコンパクトに折りたたまれて 1>, 1万倍ほど圧縮されて核内に保存されていますこのことからも細胞が持つ遺伝情報がどれぐらいすごいことかというのがわかると思いますただ血出転換物質は DNA であることがわかりましたがもちろんタンパク質も細胞の機能にはとても重要ですタンパク質は何かというとアミノ酸が連なった物質の総称です アミノ酸は20種類あります。例えば、タンパク質の代表的なものに、えー、よく効くコラーゲンがありますが、コラーゲンを例えば体内に摂取すると、基本的にはアミノ酸まで分解されます。要は、細胞の中にはどれぐらいのタンパク質が含まれているかと言いますと、1つの細胞の中には大体80億個のタンパク質が存在しているというふうに言われています。 これらのタンパク質は細胞内で合成されたものです細胞内では常に様々なタンパク質が合成され続けていますただ合成するといってもこのアミノ酸は20種類ありどのような順番でアミノ酸を結合していくのかを知る必要があります そのこのアミノ酸の結合パターンは重要で、このアミノ酸の結合パターンによって、タンパク質の性質が決まります。例えば、コラーゲンであれば、この20種類のアミノ酸のコラーゲンの結合順序が厳密に決まっています。すなわち、アミノ酸からタンパク質を作るためには、いわゆるタンパク質の設計図が必要です。 実はこのアミノ酸の結合順序を決定しているのが DNA だったわけです。つまり DNA はタンパク質の設計図でその情報をもとに細胞はさまざまなタンパク質を合成していたわけです。どういうことかというと DNA の塩基はこうランダムにこの4つの塩基はランダムに並んでいるのではなくタンパク質の設計図として機能するために きちんんと決められたた順序で並んでで並いたわけですその後の多くの研究によりこの DNA の3つずつの塩基の並びが1つのアミノ酸に対応していることが分かりました細胞内では実は別の RNA という物質を介するのですが基本的には DNA に埋め込まれた情報がタンパク質となって現れるわけです DNA のこの3つずつの組み合わせがアミノ酸を示して、これ,がこれの連なりがタンパク質になって現れるわけです。ここまでのまとめです。形質を転換する物質は存在する。形質を転換する物質は DNA である。DNA は二重螺旋構造をとっている。DNA はタンパク質をコードする設計図であるということが分かりました。次は細胞のお話です。 我々人は200種類37兆個の細胞からできているというふうに言われております。実際に数えることは不可能ですが、重さ、大きさ等々を考えると、まあ、大体これぐらいあるのではということです。それぞれの細胞は特異的な機能を持っています。さまざまな細胞が強調し合いながら、一つの生命を作っているわけですが、この37兆個という数字を想像するのはなかなか難しいと思います。 なので、えー、ちょっとした計算をします。そうすると、その凄さがあよく分かります。先ほど、DNA の長さは1つの細胞で2メートルであるということを説明しました。では、一細胞が持つすべての DNA をつなげると、どれぐらいになるでしょうか。37兆個の細胞のうち、まあ、核を持つ、DNA 情報を持つ細胞が大体11兆個です。 なので単純に2メートルかけ× 1 1兆個とすると DNA の長さは220億キロメートルになります。実は地球と太陽の距離は1億5000万キロ、往復しても3億,3億キロメートルです。なので1人,1人が持つ DNA はこの地球太陽を70往復以上できる距離になります。 これだけの細胞数遺伝情報を持っている人一人の中にあると,いうと考えると人生命のすごさが分かるというふうに思います200種類37兆個の細胞は初めから独立して出来上がっているものではなく一つの細胞から生まれたものですそれが受精卵です受精卵が増殖を繰り返しながら別々の細胞に変化し 多くの細胞を生み出します。細胞が元の細胞と違う細胞になるということを分化と呼びます、まあ、受精卵からいきなり筋肉の細胞になるわけではなくいろんな段階を経ていろんな段階を得て体中で適切に働く細胞になりますここで一つの疑問が湧くと思います受精卵と分化した細胞 つまり例えば心臓の細胞とか筋肉の細胞とかは同じ遺伝情報を持っているのでしょうか例えば筋肉の細胞になってしまえば心臓の細胞のみに必要な遺伝情報は必要なくなりますなので遺伝情報が欠落していても不思議ではありませんジョン・ガードンさんがこの問いに対して素晴らしい実験を 行いました。彼の問いは、分化後の細胞の DNA にも個体として成立する情報が全て存在するのかということです。ジョンガードンはカエルを実験材料に用いました。カエルの受精卵は比較的大きく操作しやすいためです。まず核を破壊した未受精卵を用意しておきます。 次に分化した生体の体細分化した体細胞の核をピペットで吸い取り受精卵に注入しました結果非常に低い確率ではあるものの正常な発生を得てオタマジャクシが作出できました世界初のクローン動物の誕生ですこの実験が意味するところは体細胞分化した後の細胞の DNA にも個体として成立する てての情報が含まれいいるととうことですその後1996年にドリーという名でご存知の方もいるかもしれませんが羊の体細胞を用いたクローン動物を皮切りにもうマウス、豚、ラット、さまざまな多くの生物で体細胞を用いたクローン動物が誕生しています iPS 細胞技術はこの事実に大きく依存しています もし発生途中で遺伝情報が欠落していくというようなシステムを生命がもし取っていた場合、単純な方法で iPS 細胞を作成するのはなかなか難しかったんじゃないかというふうに思います。DNA 上にタンパク質の設計図があるということが分かりました。人の場合、約2万個のタンパク質の設計図が存在するというふうに考えられています。 タンパク質それぞれの設計図のことを遺伝子というふうに呼びます。つまり遺伝子が人の場合約2万個あるわけです。遺伝情報、この DNA 配列の全体をゲノムというふうに呼びます。ガードンさんの研究からも分かるように基本的に全ての細胞は同じ設計図を持っています。では同じ設計図を持っているのに なぜ、えー、機能や形や、まあ、性質が違う細胞があ存在するのでしょうか実はそれはそれぞれの細胞で発現しているタンパク質の種類量があ異なるからです。すなわち全ての細胞はあ同じ設計図ほぼ同じ設計図を持っているのだけどどのタンパク質をど,どれだけ使うかによって 細胞の機能性質、形が決められます。つまり、それぞれの細胞内で合成されるタンパク質が異なるというわけです。筋肉細胞はこのようなセット、皮膚細胞はこのようなセットというふうに設計図のどの部分をどれだけ使うかが細胞によって異なるわけです。まとめです。 体細胞には個体を作る情報がすべて含まれる。クローン動物は作成可能である。で、A、細胞の運命はあ、これは今日お話ししませんでしたが、まあ、転写因子というものの導入で変換可能です。で、実はこの iPS 細胞を樹立するのに使われた3つあるいは4つの山中ファクターと呼ばれる因子は、その設計図の使い方を指令する因子です。 どういうことかというと体細胞に山中ファクターを入れることにより設計図の細胞が持設計図の使い方が変わります皮膚細胞特異的な使い方をされていた細胞に多能性幹細胞特異的な使い方に変更することによって使い方の命令を変更することによって体細胞を 多能性幹細胞へ変換することに成功しました。あと変換されます。ここが少し我々の研究についてもお話しします。細胞の設計図である DNA 配列や設計図のどの部分を使っているかが分かる CDNA 配列を,を決定する機械を C 検査、 という,ふうに呼びますまたなぜ配列決定が重要かというとこの配列を決定することによって設計図まず細胞の設計図が分かりますまたそれぞれの細胞でどの部分の設計図が使われているかという発言情報と我々言いますがそれも分かります実はこのシークエンサーも15年ぐらい前に技術的な革,新、まあ、革命が起こりました それまではまず1人一人のゲノムを決めるのは非常に大変だったわけです。1人一人のゲノムを決めるプロジェクトが1990年代に国際プロジェクトとして実施されていました。1人一人のゲノムを決めるために10年以上の年月とこの数千億円の費用がかかったというふうに言われています。ただ、この15年前に登場した次世代シークエンサーが このゲノム配列の決定手法に大きな核心を起こしましたまあ、その後もどんどん改良され、えー、現在ではこの機械1台あれば数日で数十人のゲノム配列を決定することが可能ですしがいましてゲノム解析分野もこの15年で大きく前進し続々と新しいことが分かっております 次世代シークエンサーからは文字通りそり DNA 断片の情報がこういうふうに ATGC の文字で出力されます。我々はまずこれらの配列を基地の配列と比較して、まあ、人の場合は30億円規ですけれども基地の配列のどの部分に相当するかを調べるわけです。人の場合はこれが30億円になります。これは簡略化して非常に簡略化して書いています。この場合ここここののの場合配列がどこに 一致すすすするるかを調べこここことににななりりままが正解ははのの中ではこうでう赤い部分になりますただ、こう完全に一致している場合だと簡単なんですが、人の DNA 配列には個人差もあるので、数ベースの不一致、ミスマッチを考慮して比較する必要があります。また人、人ゲノムの30億円っというのはどれぐらいなのかと言われても、なかなか想像できないと思いますので、 ちょっとまた少し計算をしてみます。A4 用紙1枚で大体いい1500文字です。30億円期割る1500は200万枚です。これを積み上げると、大体いい100、普通の用紙で積み上げると180メートルになります。京都タワーの大体1.4倍、5倍程度になります。これだけの情報が。 一つの細胞の核の中に存在しているわけです。実際、時代シークエンサーから出力された配列をこのように30億のどこに一致するかを調べていくわけです。キトゲノムを正確に決定するためには、この30億の100倍の情報が必要であるというふうに言われています。なので、これを、 繰り返していくわけですが300ベースずつ読む場合はこの作業を1 0億回繰り返すわけです14回以上繰り返すわけです手作業では絶対に不可能なのでコンピューターの力が必要になりますある程度の性能があるコンピューターでないと大規模な解析はなかなかできます最近の研究ではコンピューターによる解析能力もすごく求められております 最後に、えー、最近の研究の話を少しして終わりにしたいと思います。iPS 細胞はマウスで2006年、人で2003年に樹立されました。ただし、人の人とマウスの iPS 細胞には違いがあることが当初から知られていました。マウスと人の iPS 細胞では細胞培養のための培地の組成が異なっていたり、 細胞のコロニーの形も異なっていたり性質が違っていることが知られていましたその後の研究により人の iPS 細胞はマウスの iPS 細胞より、えー、若干発生が進んだ状態の細胞と同じであるということが明らかになりましたより発生初期段階の細胞をナイブ細胞少し進んだ従来の iPS 細胞をプライム細胞というふうに呼びます ナイブからプライム、プライムからナイブに変換する技術の開発も進んでおります。特に人プライム iPS 細胞を、1プライム iPS 細胞をナイブの iPS 細胞に変換する技術は非常に重要です。ナイブ細胞の方が発生の初期段階により近く、より多くの細胞に分化できるということが分かってきております。最近、我々はあいろんな研究室の共同研究により、えー 新しい手法で内部化の効率を大幅に上昇させることができました。緑に光っているのが内部細胞です。これが一例ですが、従来の方法では数パーセントしか内部細胞にできなかったのが、本手法では半分以上の細胞を内部化することが可能になっています。これらの手法の詳細なメカニズムの解明に役立っているのが、単一細胞解析です。 これも数年前に出た技術革新の一例ですがそれまでは数千とか数万の細胞を混ぜ合わせて一色たにして解析するのが一般的でしたこの1つずつの細胞を解析するのには限界がありましたこの手法は数千から数万の細胞の状態を一度に解析することが可能ですこれらの技術を使うとより詳細に 細胞の状態変化を観察することができますこれは一例ですけどもこの点々一つずつが一つの細胞の状態を表しています詳細は省きますがこの時期のこの一部の細胞がどの経路を通ってプライムから内部に行きやすいかっていうのを詳しく調べることができます現在これらの技術や解析結果を用いてより詳細な分子基盤の解明を目指しているところです 最後のスライドです。本日紹介した研究は、多くの研究室との共同研究です。この場をお借りして、御礼申し上げます。以上です。ごご聴ありがとうございました。